キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、埼玉西武ライオンズ今年の J の総括&来季の課題というところですけども、はい、ちょっと納得できないことがあって、はい、あのこの西武だけが取れてないと、はい、で急な呼び出しで、はい、この1本だけ今日取りに来たんだけども、はいね、俺と袴田さんの記憶だとやった記憶あるんだよね。なんかやった気がするって思ってるんですけど ね、うん、絶対カメラの録画ボタン押すの忘れてて俺にブチ切られるから、はい、嘘ぶっこいてセーブまだやってませんでしたって言ってんちゃうかって俺は思ってんねん。あの仮面の人がですかね。仮面のやつが今日いないけど、はい、おかしい。やなんかやったよね。いやなんかピッチャー読み上げたりした気がしたんですよね。あとこの人も出てきて、で最後ね広島だけ、はい、西川の人的が決まるかも分かんないから、はい、うん、じゃ広島はギリギリまで、うん、撮影するのやめとこうって言って残してて、うん、はい、あと11球団全部撮ったはずなのに。だって印ついてましたもんね、撮ったっていうね。だから俺一番最初、はい、録画されてなかったって感じって俺言ってたよ、はい、最初、はい、いやそもそも撮影してなくて私あれそうだった、あれ、いや納得できんよな絶対忘れてた説あるよな、まあ、その説もありますね。まあ本人は認めないかもしれないですよね。いないからね、はい、怒られるからね、はい、めっちゃまあ仕方ないからね、はい、まあまあでも選手の状況も変わりましたからね、うん、そうそうそう、まあまあこれはこれで良かったからね、はい、まあ、今日セーブということで、うん、ね、まあ今年1年考えたら、はい、ピッチャー陣はめちゃくちゃ頑張ったのよ。すごい良かったと思います、うん、チーム防御率 2.94 オリックスについでに、はい、で先発防御率 3.00 もオリックスについでに、うん、で救援防御率は 2.81 とソフトバンクについでにというところで、はい、まあ、投手陣の安定、うん、ね、でそういったところで被本塁打も95本と、パリーグ2位の少なさ、うん、ただフォアボールが499とちょっと多いんだよね、はい、まあ、そこら辺はちょっと今井とかね、荒れ玉をっていうところのねポイントがあるから、まあ、ここはもう多くなっても本人のねあの良さが消えちゃうから、はい、まあ、ここはまあ仕方ないのかなっていうところもあるし、失点は465で、パリーグ2番目に少なくて、はい、被打率が2割2分3厘は、セリーグで1位、うん、でクオリティスタート率 60.14% もあパリーグでね、はい、パリーグで1位、うん、しかし援護率が 3.10 とパリーグで最下位です。おお、だからもう俺は言ってんねん、はい、もうプロ野球ニュースでも言ったんだけど、山川いたら優勝は分かんない、うん、けどもう2位は絶対だってる、はい、いや上行けましたよね、うん、だってあの、うん、ホームランが西武90本で唯一の100点以下なのね、はい、でもここに最低でも35から40はプラスされんねん、はい、ちょっとすっごいこの話した気がする。言ったよな絶対これ言ったよね、はい、この山川がいてホームランがだって40本なかったんですよって話ね、うん、言ったよねすごいでしょ俺もこれ言った今 言った記憶あるもん。なんか言ったから俺プロ野球ニュースでもうスラスラ言えるわけよ、うんうん、そうですね、このでうん、そうホームランが、ね、ホームランが、ね、35から40増えたら130本ぐらいになるから、はい、それはもうダントツ1位だし、うん、で、打点もチームの打点っていうところも414でワーストなのね、はい、でもこれに最低90は絶対プラスあると思うの、うん、そしたら500点超えになってソフトバンクに次いで2位、もし山川が100打点いっちゃうと、はい、ソフトバンクを超えて1位だったの、うん、であの投手力じゃん、はい、これ今年の山川がもし本当に何もなく記憶正しく生きてて、で普通に活躍できてたらいつも通りのね、うんうん、一発優勝もあった可能性十分あるからね。そうですよ、だってオリックスに勝ち越してる可能性とかもあったわけですからね。そうそう、うん、であとは機動力が盗塁数が80個と、うん、パリーグにでもちょっとあの成功率が6割8分とちょっと低いから、まあ、そこら辺はもうちょっと頑張りたいなっていうところと、うん、フォアボールからのが396個とちょっと少ないから、はい、まあ、そこら辺はまあね、まあ、どんどん攻められてきてるっていうのもあるけども、うん、ちょっと頑張りたいなっていうね。バントの成功率が8割4厘とパリーグで一番下手くそなので、うん、だそこら辺の小技はもっとしっかりやっていきたいなっていうところと、打率の成功率が1割7分5厘だから、うん、やっぱ総額薄さっていうところはやっぱ否めない、うん、でエラーは66 とセ・リーグ2番目に少ないっていうところは堅実な守備力もあるし、はい、うん、でまあ、今年ね山川もいなくて源田も最初骨折していなかったから、はい、 そうなんですよね、そういったところの主力がいない、うん、しかも2人はやっぱり攻撃陣がやっぱ攻撃のスタッツがめっちゃ悪かったけども、はい、チーム打率も2割3分3厘で、うん、パリーグ5位だから悪かったけど、もうこれは仕方ないし、しかもいる想定でチーム作ってるから、まあ、編成してますからね、うん、いきなりいなくなった時にそれは替えが効かないよね、うん、最初からいないってなると、はい、それを相応の
あ、補強とか、じゃあもう一人外国人取ってこれ取るとかね、できるけども、ね、いきなりいなくなるはきつかったし、正直本当にこのスタッツの成績見ても、はい、山川いたら優勝は言い過ぎかもわかんないけど争いしてて、うん、まあ、A クラスは 100% だったね、まあ、そうですね、うん、だから俺の2位予想もあんな感じやっぱ間違ってなかったね、うん、かもしれないです、この成績見たら、ね、そう見てたらね、うん、したよね、この話しましたもう言ったデジャブかなっていう違和感ないねん、うん、でそう私もこれ全部聞いてるんだよね、うんうん、でコルデロが来るから、はい、来年は、はい、そこで山川の代わりで、うん、一発構成できたらいいよねみたいなね、そうですね、うんうん、でプラスアルファはまだ新外国人がね、はい、あの最近決まったっていうところで、うん、アギラ、アギラ、はい、だコルデロが外野手で、うん、アギラがファーストっていうところでめちゃくちゃ大きい選手みたいな、ね、そうそう、アギラはまあサード守れるというところだけども、はい、まあ、ファーストっていうね、うん、あの2022年はホームランあの2桁メジャーで持ってるっていうところもあるんで、はい、まあ、パワーがね、うん、ありそうなんで、まあ、ここはミート力がねちょっと打率が低いなっていうところはあるんで、はい、アジャストがどこまでできるかっていうところと大きな穴がなかったらね、うん、いいけども、これでアギラがファースト、はい、でコルデロが外野もしくは DH にハマっていくと、うん、ひょっとしたら面白いね、うんうん、しかもこの高橋コーナーはやっぱポスティングどうしてもしたいから、うん、そういったところではもうね生かしてくれるまで毎年メジャーに向けての試験みたいなもんじゃん、はい、だから来季も必死に頑張るだろうし、うん、で平ね、で今井っていうところ、はい、で住谷も休勝したしっていうね、うん、ところではもういい形でね、でちょっと後ろがね、まあ、増田、うん、結構ちょっとあのベテランもなってきてっていうところではあのヤンとアブレイユ、はい、アブレイユ、この2人のね163キロっていうね、うん、投手も取ってきてるから、はい、ちょっと外国人の補強っていうところでは、うん、結構まとまった補強をしっかりできてるから、はい、ちょっと来季に向けてのね西武のやっぱポテンシャルは、うん、結構大きいと思うんだよね、そういった補強ね、いやピッチャー陣本当に盤石ですね、10勝してるピッチャーがだって5位だけど、うん、3人いて、うん、隅田投手9勝してるんですよね、そう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 、で松本が6勝8敗だから松本ももうちょっと頑張りたいのと、うん、今年はちょっとね与座がね、はい、2勝6敗昨年10勝してた中でね、うん、ちょっと2年目のねっていうところにはまったかなっていうね、はい、ところあるけれどもルーキーの青山もね防御率 2.96 で頑張ってるし、2年目の佐藤がね、はい、左のリリーフっていうところでは47試合に出て2割5分もね、いい活躍したし、はい、本田ね圭介 1.56 安定的なね、だからまあ来年はねこれ豆田がね、うん、来ると思うんだよ、はい、いい形で、うん、だここら辺はねこの豆田の活躍に期待っていうところと、うん、そろそろ渡辺雄太郎にね出てきてほしいですね、うん、出てきてもらいたいなっていうね、うん、でまあ野手ではね、まあ、ここがね頑張ってるけども隅谷が来てね、はい、ここら辺はまあ星のね盤石化っていうところは、あると思うけども、はい、まあ、あとは殿崎ね、うん、で源田、まあ、源田がで渡辺くんね、ベッケンね、うん、ここはもうちょっともう一つね山を登っていければね、うん、厚みを増してくるしね、あのおかわりくんの今年も40歳で17本だから、はい、そうですね、40歳でホームランをねカズさんみたいな、はい、ちょっと期待したいなっていうね、そうですね、うん、ベッケンもやっぱ10本以上打ってほしいですね、打ってほしい、言えばもう20本ぐらいは、うんうん、で外野手はまあ鈴木翔平も2割4分と上がってきたからもうちょっと2割7、8分ぐらいまでね、そう、なんとか頑張って、あと盗塁10個だからもうちょっとしてほしいよね、20個ぐらいね、外野まだ固まってないですからね、うん、そこちょっとガチッと掴んでほしいですけどね、でもまあいい感じのね、もうちょっとなんだけどね、そう掴みきれないんですいつも、うん、で蛭間のね、うん、あのルーキーとしてはまあ途中から頑張ったけど、まあ、ここをもっと頑張ってほしいのと、はい、まあ、若林がね、うん、まあ、なんとかもう来年ぐらいからはもうバッチシいけると思うからね、体調をね、はい、そこら辺は期待してるっていうね、うん、ところでは、まあ、来季に向けてはかなり俺は期待値はね西武は高いんだよね、そうですね、正直ポテンシャルはね、うん、台風の目になる可能性は十分あるよね、うん、ありますね、うんうん、でその中で、ね、はい、最近トレードが行われて、うん、宮川と本山のトレードっていうところでは、はい、宮川は、うん、まあ、今年上田も取った、竹内も取ったっていうところと、うん、昨年までは結構投げてたんだけども、まあ、今年ね多分コンディション不良もあったのかもしれないけども登板数を一気にね減らして4試合、うん、はい、昨年は45試合登板してた中で4試合っていうんで、4試合か、でまあ28歳来年29歳になる年っていうところでは、はい、うん、まあちょっとね西武ではちょっと若返りつつあるし、投手陣も若い勢いになるピッチャーが増えてきてる豆だね、うん、はい、まあ、水上もで森脇も怪我から多分復活してくるだろうっていうところでは、うん、まあ、ちょっとなかなかね居場所がないっていうところでヤクルトに移籍は、はい、でヤクルトちょっと後ろがねちょっとバタバタしたところもあったし、うん、清水も良かったんだけども、まあ、いい時と悪い時がねちょっとはっきりしてたっていうところでは、うん、リリーフの厚みを持たせたいっていうところではヤクルトにはね宮川の居場所があるんじゃないのかなっていうところと、うん、ね、ヤクルトから本山が来たけども、うん、これは多分あのウネンティンが
台湾に帰ったから、この内野のユーティリティ性を持った選手が一人いなくなったことによって、はい、そこの穴を本山で埋めようっていうねところがあるから、まあ、レギュラーっていうよりもバックアップ、うんうんうん、マルチポジションを守れてバックアップっていうところ、まあ、でもまだ25歳で若いからね、はい、ここから成長っていうのもあるかもわかんないけども、うん、そういう両チームの思惑があったんじゃないのかなっていうところの、うん、はい、まあトレードだと思うんだよね。そうですね。あとドラフトでもピッチャーものすごい人数取ってるんですよね。そう。もう村田レオン君以外ね、伊勢のラオウ以外はみんなピッチャーなんですよね。うん。うんうん、まあ佐々木チャンネル一応してるね、はい。伊勢のラオウがどこまで頑張れるかね。なんかもう先生はね構想に入れてるみたいですからね。1年間かけて、はい、チェックしたいなっていうところはあるけども、はい、だからそういう外国人をしっかり取ってくるっていう構想があったから、はい、もう投手が今年は特に投手が良かったっていうドラフトだったんで、はい、大きくそっちに舵を切ったっていうところもあるし、うん、まあ、昨年ヒルマンもね、はい、取ってるっていうところもあるんで、うん、そこら辺は、うん、まあ、若い選手たちをもっと成長させようっていうところの、うん、まあ、チーム構成だと思うんで、ひょっとしたら来年ね、はい、あの野手をまた行く可能性もね、うん、あると思いますけども、まあやっぱり今年の反省点は、まあ、山川もうそのピンポイントなる、もうこれはもう仕方ない、見た、ね、言いたいのはエグいっていうのは、うん、それはもうそれを言わなかったら、はい、嘘、エセ解説者だから、そうしたら、うん、そうですね、うん、うん、まあ、バランスも別にもう不起訴なんだからいいじゃん、はい、そうです、そうです、うん、はい、なんかそんなボールでも落ちてきた、うん、だってもう来年からソフトバンクの選手ですから、そう、はい、うん、だからそこをね、コルデルとかね、アギーラ、アギーレ、うん、かな、アギラアギレどっかにいたよな。サッカーの監督いなかったっけね、アギレ、メキシコ。まあ、どうでも私分かんない。あ、いたよね。この話は初めてだけど、はい、でも西武の話は絶対したと思う。あ、うん、あの私ももうピッチャーの話をめちゃくちゃ聞いたまあこれね、はい、疑惑は多分一生疑惑のままだけど、はい、そうですね、まあ、取ったからいいけどね、はい、張本人がいないっていうところはちょっとうんって思うところあるけどもまあね、はい、この西武の話ですればね、うん、あのトレードの話も組み込めたし、うん、新しい外国人選手の話も取り込めたんで、はい、まあまあね、あの、まあ、新鮮な新鮮な情報だってね、はい、まあ、西武ファンの皆さんには良かったかなと思います、はい、はい、ということで何が真実か分かりませんけども西武編終わりです、はい